今日はですね、総社市の軽部神社の裏山に来ております。軽部神社自体、おっぱい神社ということでね、まあ母乳とかね、まあそういう、ご利益があるという神社なんですけど、まあ、あの YouTuber さんの方もね、ネタとして来られてするような神社でございますけど、今回のスポットはですね、この裏山、まあ、道があるんですけど、今道歩いてるんですけど、非常に急な道が、一直線に伸びております。で、今日はですね、まあ、以前も言ったんですけども、よいしょ、この先にね、廃屋があるということで、行ってみようかなと思います。前回はですね、そこに対してのスポット当ててなかったので、ちょっとなんか、中途半端な感じになってしまいましたけど、今日は、そこ狙いでちょっと、潜入していこうかなと思います。よし。やばいな、すでに道が、でここは一体どういう道なのかというと、まあここは今総社市になるんですけど、このずっと向こう先行ったら倉敷市に入るので、で、まあ、倉敷から総社市に、まあ、あるいは総社市から倉敷市の、なんか学校の通学路だったようです。よいしょ、それももうかなりの大昔かと思いますけども、かなり急な坂です。
小屋が存在してます。で、この目の前にあるものは給水タンクかな。ちょっと別荘のようなね感じで立ってます。問題の廃墟に到着しました。ここが、噂の、ちょっとどういうものかわからないような、建物が、1つで、あの向こう2つ3つ4つぐらいあるんですね。ちょっとそれここにねちょっと行ってみます。おそらく時計、メガネ、学会堂、高橋、メガネ屋さんだったのかな。
以前来たのは1年前だったかな、ちょうど田植えシーズンだったような記憶が残るんですけども、去年よりだいぶ、なんか屋根が落ちて、なんかそんなに一見変わってないように見えるんですけど、多分この屋根がだいぶ崩れてますね。1980年8月12日おそらくこれは多分、でもそれぐらいにできたのかな、だから今から40年前、やべ、あの上に建物が、ブロック
これはウルトラマンかな、あ、まあ、ウルトラマンですね。子供が住んでたのか。ちょっとここから無理なんですけど、茶釜のようなねものがあります。まあ、その他ヘルメット、ああ、その当時のテレビがあります。相当古いですね。見えるかな。はい、キューピーの、キューピーじゃないと思うんですけど、まあ、パッと見キューピーみたいなね昔の人形が、ありました。2体。子供でもいたのかなっていうか、子供いたんでしょうね。まあ、それか、まあ、水子の霊の供養の場所、まあ、でもそういう感じではないしという、ちょっと謎なエリアです。まあ、でも何軒かここには簡易的な家、まあ、住居、建てたのかなと思います。普通にすぐそこに トイレあったり、してるので、もう何の目的でここに存在していたかというのも謎で、まあ、この神社に関係してるのかなとか思ったりはするんですけども、謎でございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。